ウォーリー・バッグマンはアメリカ合衆国オレゴン州ヒルズボロ出身の元プロ野球選手、宇藤良だ。1980年9月2日にニューヨーク・メッツでメジャーデビュー。1984年にレギュラーとなり、その年は打率。280、出塁率。360、32盗塁。 翌1985年も自己最多の145試合に出場し、打率。273、出塁率。344、30盗塁と活躍。1986年には、ティム・タフェルの遺跡加入で、ツープラトンでの起用となったが、124試合に出場して、規定打席には、不足したものも、打率。320、出塁率。 376という活躍を見せ、チームのワールドシリーズ制覇に貢献。その後は、タフェルの校長や若手の成長もあって、出場機会が減り、グレッグ・ジェフリーズが2類に定着することで1989年には、ミネソタツインズに移籍。さらに1990年には、ピッツバーグ・パイレーツ。1991年には、フィラデルフィア・フィリーズ。 1993年には、シアトルマリナーズに移籍するが、100試合以上の出場は1990年のみであった。1993年は、打撃不振で5月に解雇された球団からのオファーもなく、そのまま現役を引退した。現役引退後は、マリナーズ参加のマイナーチームのコーチを務める。2004年オフには、 メッツとアリゾナダイヤモンドバックスの次期監督候補に浮上。11月1日にダイヤモンドバックスの監督に就任することが発表されたが、破産歴、逮捕歴があることから11月5日に実際に指揮を取ることなく解任された。2006年からは独立リーグサウスコーストリーグのサウスジョージアピーナッツで2008年からは ノーザンリーグのジョリエット・ジャック・ハマーズで、それぞれ監督を務めた。2010年に、ニューヨーク・メッツ参加ショートシーズン A 級ブルックリン、サイクローンズの監督に就任。2011年は、a 級、ビンガムトン・メッツ。2012年は、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズ。2013年から2016年は、トリプル A 級、ダスベガス 51S で監督を務めた。 2017年には、メキシカンリーグのモンクローバ、スティーラーズの監督に就任したが、5月19日に解雇された。その後は、同リーグのプエブラ・パロッツのベンチコーチを務めた。2018年には独立リーグアトランティックリーグのニューブリテンビーズの監督に就任し、2019年からは、同リーグのロングアイランドダックスの監督を務めている。 ありがとうございます。